いや、ほんと何気候がちょうどいい。ああ、うん何が本当なの？なんでしょっぱなそんな怒られない？いや、何って思っていけない。何が、いや、本当とか言う。で、何別に嘘とか言ってないです、僕。嘘とか言ってない。で、何急に。いや、本当とか言われてさ。いいね。いや、海外の人がめちゃくちゃ多いね、やっぱりね。そうだね。久々の川越。何年ぶりかね。いや、本当何年ぶりかね。最初の頃に来たよ、ね。うん、来た。YouTube 撮った気がするよ。そうよ。まあ、覚えてる人いるのかな。え、いるんじゃない。あの時はすごい大変だったのよ。あー、うん。なんか始めたてでさ、うん、恥ずかしいしさ、カメラに。だからこういう通り沿いでさ、撮るのがめっちゃ恥ずかしくてさ。いや、今でも恥ずかしい。どうするどうするみたいな。だからすっごい端っこの方で撮ってさ、これ川越に来た意味ないじゃんみたいな感じですごい撮ってたじゃん。いや、まあね。あ、違う、ここ行けない。まあね、そうよ。で、めっちゃ喧嘩したの覚えてる。確かに懐かしい。人も多いね。あれ、増えたね。増えた増えた。あ、かわいい。ミッフィー、ミッフィー、ちょっといいかな。ミッフィーかわいい。ミッフィーかわいいね。大丈夫？いろいろ見たい。いろいろ見よう。うん。うわぁ、かわいいじゃん。え、めっちゃいい。美味しそう。うわぁ、うまそう。うまそう。いや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 。え、何食べる？何食べようか。何でもいいよ。あれでしょ？川越ラーメンでしょ？川越ラーメンね。さつまいも。さつまいも。さつまいもが乗った。いいね、これは。え、観光、こっちがあるよ、あの時の金。観光客？観光客。え、ちょっとついていこうか。うん。そう、お前誰みたいな感じだ。みんなさ、ちょっと写真撮ってるからさ。うちらだけインカメっていう。みんな、ちょっと、時の金？時の金？時の金。金を撮ってんだけど、僕らだけ自分の写真。自分の顔。一応写そうか。うん。せっかく来たからね。写ってる。あ、そうそうそう、これね、これでーす。いいね、なんかいいな、このみんな、あの観光客の人みんなさ撮ってるからさ、ちょっと紛れ込んだら全然本当よ全然違和感ない、違和感ないよ、うん、バレない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 、今ちょっと一緒に後ろついてってる。おーおーおーおおおお、なん、何これ、あの、何時になるの？時間になったら本当に1時とか2時とか3時とかその時間になったらなるんじゃない？あ、そうなんだ。よかった、なんか今のこの天気でよかった。いや、涼しいね。うん。いや、これ猛暑だったら本当に、確かに無理よ。ね。すごい、なんかもういろんな国の人が、いや本当にね。日本じゃないみたい。うん。え、小江戸ビールとか買って帰ろう。うん、そうね。多分冷た。いやいや、まあ多分、うん、東京でも買える。そうなのよね。そうなのよね。雨雨雨雨雨雨降りだした。ちょっと買っちゃったね。芋っこい。いただきます。芋まんじゅう的な。そうだね。熊本にもこういうの昔からあるんだよね。うん、いきなり団子ってやつ、それに似てる。美味しい。うん、あんこすごうまい。いいね。うん、あー美味しい。あとは何食べようかね。あのさ、あそこのさ、うん、タコせん。タコせんね、美味しそう。うん、美味しそう。うん、食べよう。いいや、いる。うん、何冷める。じゃあちょうだいちょうだい。いいよ、やってさ、甘いやつだからさ、俺ビール飲みたい。小江戸ビールが飲みたい。もうなくなるじゃん、早っ。何すな、なんか大食いを見てる人。え、もうない。うん、まさ、うん、うん、
何ですか。いや、美味しそうに食べるから可愛いな。はい、次行こう。うん、いやいつもそれする。なんかさ、あいあい傘するじゃん、このピロピロをね、うん、なんかいつもこうやってやってくんの。えって思って、何これ、なんでこんなにさ、あの丸い傘なのにさ、この一部分が当たれるようになるわけ。こ、やめて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 。こんな確率ある？だって360の中のさ、うん、もうやだ。わざとじゃないよ。わざとじゃん。わざとだろ。わざとじゃないよ。で、タコ線買えなかった。うん。キャッシュオンリーで現金190円しか入ってなかった。10円足りなかったのよ。買えなかった。いや、てか今そのさ、キャッシュレス時代に、そう、俺財布とかを一切持ってないからさ、買えないんだよね。そうだよね、翔ちゃん小銭もあるって言ったら財布持ってきてないですね。え、財布ってか、も、財布を持ってないんですよ。そうね、そうね。カードケースと携帯でどうにかなるから今。まあいっか、いいやいいや。え、翔ちゃん、あれ浴衣着なくていいの？着なくていいです。着てる人ちらほらいるね。うん、いいなぁ。いいんかい。なんか昔さ、浅草でさ、来たよね。あ、来たね。二人でさ、浴衣着てさ。着物じゃない、あれ。あ、着物、着物。正月とかでしょ。そう。あ、よかったよね。すごかったね。ああいうのもいいよね。うん、またやればいいよ。ね、やりたい。なんかどこもペットの、ペット OK みたいな書いてて、なんか動物に優しい街。優しいね。本当に。ペット連れ結構見たもんね。ねえ、今度連れてこよう。うん、結構歩いたね。うん、駄菓子食べない？いいよ、食べていいの。ここ、いいでしょ。うわ、粉々になった。駄菓子屋があって、さっきで、ちょっと懐かしいねって入ってみたら、もう懐かしい全部が。いや、ほんと。見せていい？はい。マジで食べてた、これ。ちっちゃい時。あと、これ。懐かしい。いいね。占いがついてるやつ。こういうのね。ちょっと占いしよう。宿題。宿題。待って、SNS とかあるんだけど。え、ちょっと、え、今じゃん。ね。え、昔なかったよね、うん、きっとね。二つ丸が良い、丸がやや良い、三角普通、バツ良くない。はい、SNS、普通。普通。普通でした。普通ってなんだよ。普通って何？ SNS、普通。じゃあ人気にしよっかな。うん、人気。翔ちゃん。やだな、これ。翔ちゃんの人気は。あ、丸、良い。やや良い。やや良い。人気、やや良い。あ、俺間違えてた。俺、お買い物を取ってたわ。ああ、じゃあ、SNS。下が文字か。うん。うん、どれ？あ、え、嘘。良い。20丸。え、そうなの？ SNS いいんだ。SNS いいらしい。そうなんだ。なあ。あんま。甘いね。あんま。うん。ここ食べよう。いいね。食べよう。別の森。ちゃんとこれお皿になってるからね。これをさ、ちっちゃい時さ、見えないですよ。素人か。いや、見えないんだけどさ。持っててあげる。うん。こうやってさ、めっちゃ。わかるわかるわかる。あ、刺して食べてなかった。こうやって。かわいい。あ、うん。こんなに歯にくっついたっけ、これ。めっちゃ歯にくっつく。いや、もうこれ、噛むもんじゃないよ。舐めるんだよ。その方がいいよ、多分。うん。美味しいです。うん。うん。懐かしいけどね。うん、一旦しまおう。そうだよ。いい、食べて。うん、食べて食べて。あ、これは間違いなくうまいよ。うわ。うん、美味しい。菓子屋横丁っていうところに行ってきたの。菓子屋横丁ってね。うん。あ、うま。うん。うん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 、これもうすぐ食べ終わっちゃうね。今氷川神社にいるんだけどさ、うん、森山直太朗が歌ってたところはどこなの？夏の終わりをね、うん、
あの場所が見たくて来たのにさ、場所見たくて来たんだ、面白い。そうよ、あれ見たくて来たのにさ、場所が分かんないね。まあまあ奥にあるんじゃない、奥にあるのかな。あれ、え、きびだんご、あれ思ってるのと違う。え、どういうの思ってたの。きなこ棒みたいな、こういうのでさ、3つ入りでさ、ちょんちょんちょんってきなこの餅が入ってる。ああ、こう丸い、丸かったかな、そんなに変わったんじゃない。俺それ食べたことないわ。ね、俺もない。すげえ懐かしいとか言いながら。だって違うもん。中身、これが、なんか、違うの持ってた。ほんと？俺もちょっと違う。うん。うん、素朴な味。ああ。うんうん。これも歯にくっつくやつだ。うんうん、でも、美味しい。うん。美味しい。でも食べていい？食べて。食べて、食べて。うん、まっ。ありあり。うん。あと何してたの？未来。あ、良い。二重丸。なんでいいんだよ。なんでよ、なんでよ。いいじゃねえかよ。なんで明るい未来なんだよ。イエーイ、しょうちゃん、村なんていいよ。あ、願い事に、やだ、これ罰とか、これか正直に書いてんのかな。ちゃんと罰ってあるかね。あるよ。え、怖すぎ。あ、結婚見てみよう。うん、それで罰だったらもう、で、多分相性悪いよ。あ、マジで。うわ、最悪。ちょっと見せるね。うん。見えるかな？二重丸。二重丸です。良い。結婚、最悪。相性抜群。でもあれよ、それ、翔ちゃんがやったから、翔ちゃんが俺とめっちゃ結婚したいってことよ。俺はそうでもないけど。うるせえ。俺はそうでもないけど。俺はそうでもないけど、翔ちゃんがめっちゃ俺と結婚したいってことで。これどうすんの、フルーツの森。え、それ持って帰って食べる。今はいらない。本当に食べんの。うん、本当に食べんの。本当に食べる。うん、それ全部食べて。うん、これが一番うまい。うん、わかるわかる。うまい。でもビールのみたいな。あー。うまっ、うん、さあ次はどうする。あるよ、とりあえずその森山直太朗のあの YouTube の現場を見に行かないといけないから。多分よ、うん、多分入り口、ちょっと見せて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 。あ、今ね、多分入り口のじゃない。お、はいはい、すごいなんか風鈴が、まあ今の時期風鈴があるかどうかわかんないけど、うんうん、木の枠で囲ってあるあれなのかな。その時期だけさ設置してんのかな。え、これじゃないよね。あ、え、え、うん、うん、でもさ下、あ、砂利だもんね。違うか。え、あれなんじゃない、特設。そうなのかもね、こういう場所があるんじゃなくてね。うん、作ったんじゃない。あー、マジか、そういうことか。ない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 。でもパッと見なんかこの目の前にあるさ、本当だよ、木の枠になんか設置できそうな感じだもんね。そうだね、ちょうど鳥居の前だしね。あー、わ、その可能性出てきたわ。ちょっとどうなんですか、氷川神社さん。これを楽しみに来たんですけど、川越まで。それはあんただけ楽しみにしてたの。まだ暑い日が続いてるから、まだ設置してあると思って来ましたけど、ないんですか。ないない。氷川神社さんどうなんですか。ちょっともうちょっとぐるっと回って探してみよう。出なかったら諦めよう。うん、うん、
そんなブー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 文句ばっかり言わなくてもよくない？だって、なんか何の博物館かもわかんないところに今から向かおうとしてんの、すごっ。行ったらなんかあるだろうよ。どうする、あなたが大嫌いな幼虫博物館って。いやだ絶対嫌だそれは。でもさ川越市がやってる、わざわざさやってる博物館でさ、そんな変なさ博物館なんてあるわけないじゃん。普通の博物館やん。多分もうすぐで、うん、久々来たね。そうだね。どこ、これ博物、あ、そうこれじゃん。あ、美術館と博物館とあんのよ。うん、行こう。あ、入場無料だってよ。お得だね。あ、200円、うん、安くない？安いけど、うん、しょうちゃんだったら200円くらいだったら出してくれるかな。ああ、もうあれのソファーとか引き払おうかな、マジで。なんでよ。いや、もうそんなことばっかり言われんのよ。行ってみよう。もういいよ、もうやだ。せっかく来たんだから楽しみ。もういや、引き払うよ、あれ。やだやだやだな、やだな。あれ、ソファーもテーブルも15万したんだから。いいよ、引き払っても。ダメ。もういい。はいはい、買ってくれない人です。はい。そんなことないけどね。ごめんなさい。はい。もういいです。いいです、いいです。いやいやいや、もう無理よ。そんな簡単に謝ってもね、警察いらなくなっちゃうね。はい、というわけでね。結局美術館も博物館もスルーさせてもらいました。見て、今日の翔ちゃんなんかすっごい筋肉があるように見える。行こうって言うんだよ。筋肉あるでいいじゃねえかよ。筋肉あるよね、ほら筋肉あるんだよ。見て見て。何や、最近翔ちゃんあれ欲しいんだよね。何が？ノースフェイスのノースリーブ。ややこしいんだよ。その、ずっとどっちが、あれ、ノースリーブのノースフェイスみたいな、なんかずっとどっちがどっちみたいな感じ。ノースリーブのノースフェイス。ノースフェイスのノースリーブか。うん。あ、そうだよ。うん。が欲しいんだよね。うん。ちょっと、誕生日プレゼントで期待しよう。お、期待すんの？あなたに対して普通期待すんのよ。いや、ほら、いいよ、いいよ、期待しといて。いや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 。いい。でもほら、いろんな方向に向けて期待しといた方がさ。うん。まあ、何枚あってもこうしてることないからね。そうよ。もうすぐ誕生日ですから。うん。いいでしょう。うん。なんか行ったね、ここも前ね。なんか前回来たよ、ここ。来た。うん。本殿跡みたいな感じだね。びっくりする？見てみる？うん。やば、すごい。渡辺ちゃんなんでラテアートラテアートにしてもらいました。嬉しい。飲みづらい。確かに。あ、疲れちゃった。疲れたね。え、どういう座り方？いいよ。いいんだよ、別にさ、他の人に迷惑かけてなきゃ。まあね。うん。いや、なんか建物がうん、よく保ってるよね。これは昔の建物なのかさ、復元したのかね。うん、でも昔のまま残ってんじゃないの。すごいちゃんと残してて、だって銀行とかもさ、古い建物の中に作ってあったりとか、はいはいはい、してたよね多分ね。すごい。じゃあいいよ、翔ちゃん。ごめん、ほんとごめん。あ、ごめん。やばい、苦しかった。苦しかったよ、ちょっとみんなびっくり。心臓止まって倒れてるみたいな。びっくりした、ちょっと。